皆さんこんにちは。今回のポケモンバトルはなんと4人でマルチバトル、ラッキーテルでございます。4人で同時にバトルなんて波乱の予感だよ、霊夢だよ。果たしてお前にマルチバトルをこなせるのか。マリサだぜ。いやしかしあれですね、相手ポケモン12体ですし味方の存在もあって考えることが何倍も多いですね。頭が今にもパンクしそうです。記念をすぐさま確信に変えてくれたな。あ、対戦メンバーは頭痛さん、ペンギスさん、アヌツさんです。そして皆さんのパーティーですが、ペンギスさんは無難にお強いポケモンたちですね。そしてアヌツさんはポテンシャルが高く、頭痛さんは純伝説が半分を占める実力派って印象です。おお、ラッテルのパーティーはどんな感じなの？が、適当です。パーティー決めの時点で頭パンクしてたのかお前は。ぶっちゃけそうです。しかしもう後戻りはできませんし、とりあえず選出決めましょうか。そうだね、どの子を連れて行ったらいいかな。ヤドランはいけそうですね。アヌツさんのパーティーにかなり刺さってますし、あとパルスワンもいけるかな。電気タイプの技で結構抜群つけそうですので。なら残りの一体はインテリさんかマイマイさんにしようよ。霊夢が名前をつけたシリーズですね。あなたとりあえずさん付けしとけばいいって思ってる節あるでしょう。まあどちらかを出すとしたらインテリさんのインテレオンですかね。なら決まりだね。それじゃあ対戦を始めちゃおうよ。わかりましたよ。しかし決めた後で思ったのですが、アーマーがかなり刺さってるのでは。時すでに遅し。霊夢の言うこと聞いたばっかりに。私が悪いの？まあなんとかなるでしょう。ダメだったとしても僕と頭痛さんが犠牲になるだけです。後者の犠牲を許容範囲に入れるな。頑張りましょう頭痛さん。ペンギスさんとアヌツさん対戦よろしくお願いします。2対2のバトル。どうなっちゃうのか想像もつかないよ。それは僕もですね。今決めてるのは初手インテリさんで壁張ることだけですし。壁ってお相手の攻撃のダメージを減らす技のことだっけ？そうそう、壁を破壊する技を持つポケモンかドラハルトがいない限り活躍間違いなし。マルチだろうがクラブ回収に余念がないようで。なんと。しかしガラルサンダーを止めるためにリフレクターを貼らせていただきますよ。こっちはもちろんインテリさん、頭痛さんはチートだね。チート？いやちょっと今それはまずい。まずい？相性が悪いの？タイプ相性は悪くないのですが特性の相性が。いきなり強くなったよ。ガラルサンダーの特性は魔剣気、能力を下げられると攻撃力が2段階上がります。つまり本来チートの特性威嚇で攻撃を1段階下げられるのですが、楽に1段階上げられたわけです。そしてもうこちら側のポケモン対策されすぎて泣きそうです。相手の方が1枚上手だったという他ないな。とにかくガラルサンダーの攻撃力を抑えないとですのでリフレクターです。おそらくドラファルトには無意味ですが。そんなドラファルトの技はおにぎだよ。あ、チートが。フェアリー技を警戒しての行動を取りました。ですがこちらも負けてられません。これで物理技ならある程度耐えられる状況を作り出しましたよ。多分ドラカルトには効きませんけど。ドラカルトの存在に入門するばかりだな。でもいかにも物理って感じの攻撃が来るよ。ガラルサンダーのお箱とも言える雷鳴蹴りですね。威力も十分かつ相手の防御も下げる恐ろしい技です。ですがリフレクターのおかげで致命傷には至らず、しかもポケモンの数が多いマルチでのステルスロックは強いですよ。出てきたポケモンにダメージを与える技だな。岩タイプに不利なポケモンには効果が増すが楽もまたしかり。これにて最初のターンは終了。全員きちんと仕事をした感じですね。そしてこのターンですがどうしよう。光の壁も張るべきか。いや、攻撃上がっててしかもクチートの防御が下がっているこの状況をなんとかした方がいい気がします。よってここはあの技を使いましょう。まさかいきなりこの技を使う羽目になるとは思いませんでしたが。黒い霧？まあ見ていればわかりますよ。まずは素早さ早すぎポケモンの行動ですが。ってあなた物理型？しまった、これは少しミスったかもです。もう言っちゃいますけど、黒い霧って場のポケモンの能力変化を全て元通りにする技なんですよ。ですからこれでガラルサンダーの攻撃アップとクチートの防御ダウンを消すことができます。それだけならいいことずくめだったんですが、ドラパルトの攻撃ダウンも戻っちゃったので何とも言えない結果に。とことんそのポケモンがいるからうまくいかない感じだね。こっちに飛んできたし、しかも耐えられない。対面の時点でそうでしたけど厳しいですよこれ。ここでチートは痛み分けだよ。もう文字通りこのバトル痛み分けってことにして終わらせませんか皆さん。両者の痛みの度合いは喧嘩しているけどな。ここでチートは少し回復しましたけどきついですね。ひとまず相手のポケモンを減らさないと。ですのでここは君の力を借りますよ。メガヤドラン。メガってなんだよ、ただのガラルヤドランだろ。チッチッチッ。この子は先生の爪と特性で先生を取り、さらに腹太鼓による急激な攻撃強化を行うことで疑似的なメガ進化を行うヤドランなのです。おお、なんだかすごそうだよ。前のは状況的に腹太鼓する余裕ないのでただのヤドランですけどね。ダメじゃねえか。個人的にはドラパルトなんとかしたいのですが、効果抜群つけるサンダーを攻撃しますね。それにここで先生できれば何もさせずそのまま倒せそうですからね。道具も特性も不発だな。お腹も叩けず先生もできないってコンセプト崩壊もいいところ。そして攻撃されちゃったよ。でもここから反撃だよ。ですがまだこちらの鳥さんの攻撃が残ってますよ。雷鳴蹴りってことは狙いはきちんとですね。しかし黒い霧によるリセットと回復でまだ耐えてくれています。今度こそ反撃だよ。お、これは受けたダメージを 1.5 倍にして返す技。まさに反撃ですよ。これで倒していただければ。あ、これあってもなくても関係ないやつですね。ダダ漏れだぞ。さてとどめの一押し、やっと一体倒せましたね。でも次のポケモンが来るから気は抜けないよ。そうですね。アヌツさんの次のポケモンはシルバデイ？あのポケモンですかね。あのポケモン。おお、なんだかかっこいいポケモン来たよ。シルバビですね。バランスのいい能力とタイプを変更できる特性が売りなのですが、確かタイプが変わると見た目も変わるんですよ。ですが見たところ変化してないっぽいですね。ちなみにあそこのドラパルトみたいに色が変わってるポケモン嫌いです。お前のどうでもいい敵を言い添えるな。しかしここは冷静に。あのドラパルトは頭痛さんが選出してたヨノワールに任せたいと思うので、こちらに攻撃を。シルバデイに攻撃するんだね。どれぐらいダメージ与えられるかな。その前にこの攻撃の嵐を耐えられるのでしょうか。ドラゴンアロー炸裂です。
これなら大丈夫そうだよ。しかも急所でこれですので、もう一発がまた急所でも絶対耐えますね。嬉しい。自分に嘘をつくなよ。急所に当たった時点で悲しい。炎の牙？あーこれって、こちらの方はさすがに耐えられませんね。お疲れ様です。しかしこのままやられっぱなしじゃありませんよ。チートを倒したお返しはしっかりとこの技で。さあやっちゃってくださいよ、ヨノワール先輩。お前やっぱマルチやめとくべきだろ。名前はなぜか未来人、活躍に期待だよ。あー特性お見通しでしたね。これで相手ポケモンの持っている道具がわかりますよ。そしてシルバジの道具ですが、なぜノーマルタイプのままなのかわかりましたよ。ノーマルジュエルは一度だけノーマルタイプの技の威力を上げる道具です。ですのでそれでタイプ1の強力なノーマル技を打ち込む方なのでしょう。そしてそうこうしてたらヤドランも不意打ちでノックアウト。せっかくの特性も同じく先制技の不意打ちで無意味に。お疲れ様だよ。それにこっちにはまだ未来人がいるよ。そういうこと。ここはあのニッキーの違いに停滞一撃を。ポケモンバトルと言えるのでしょうか。戦いというよりは一方的な蹂躙に近いな。技がなかなか決まらないよ。気づけばラッテルのポケモンも最後の一体だよ。これもう配色が濃すぎて白旗あげたい気分ですが、残された勝ち筋を探してみましょうか。まず前提として僕がやられて1対2になるともう絶望的ですので、なんとか場に残りたい。なら生き残れる可能性にかけて身代わりを使いましょう。HP を4分の1削ってダメージを肩代わりする分身を出す技だが、特性すり抜けで無視されるんだよな。しかしドラカルトはどちらかといえばヨノワールを狙うと思うので、このターンは大丈夫だと思います。でこっちに打ってきた。これ攻撃技だったらヤバかったですよ。低数ダメージを受けるが特殊技で攻めるパルスワンにはそれ以上のデメリットはない。ですのでまあ軽傷でしょう。ほっと、これってノーマルジュエルが使われたよ。そして狙いはこちらのパルス。しかし身代わりで受ける。結果としてノーマルジュエルを浪費させたな。いいですね。そして時間を稼いでいるこの隙に。やっと攻撃開始だよ。大ダメージだといいね。まあドラカルト気合のタスキ持ってましたから、どう頑張っても一撃では倒せませんが、これは十分なのでは。ワークアウトで押し切れそうです。てなわけでワンワン4発射準備。発射って不意打ちですか。狙いは未来人。大丈夫かな。これは痛い。最後の最後までめちゃくちゃ仕事されましたね。排気を取り直してワンワン4。さらにシルバジをささやかな痛みと特に意味のない特攻ダウンが襲う。両方同時に攻撃できる技なんだね。なんだかちょっと得しちゃった気分だよ。これでようやくドラカルト突破ですね。しかしまだシルバジの行動が残っている。今は身代わりがないから狙われたらまずいよ。ふーん。しかしノーマルジュエルのないただのマルチアタックならバッチリ耐えてくれるわけですよ。間一発もいいところだぞ。2回目の冷凍パンチでも抜群でもないから倒せなさそう。そうなのですが、なんと氷状態に。まだ楽天の可能性があるかも。こちらのパルスワンは火傷状態だけどな。あ、しまった、それを忘れて。あ、もうここから勝つ方法、相手の回転落ちぐらいしか思いつかないのですが、見出すべきではない楽天の可能性だな。ラッテルのポケモン全滅だよ。ここからは頭痛さん一人で頑張らないといけないんだよね。本来ならこれ負け確定レベルの状況なのですが、氷状態になったことで希望が残っています。氷状態は5分の1の確率で治るのですが、治らない限り行動不能になります。ですのでシルバビが氷状態で動けない隙にペンギスさんのポケモンを全滅させてしまえば勝てるかもしれないってことだね。でも未来人がやられちゃったよ。これでこちら側のポケモンはレジスチル1体を残すのみとなりました。あとはもうこのメタリックボディの活躍に期待しましょう。そしてここ HP 温存のためにダイマックスしてほしいところなのですが、ああマルチバトルのダイマックスって使える権利が交代するんですよ。つまり今僕に権利があるので、頭痛さんはダイマックスできません。厳しいな。じゃあここは普通に攻撃するしかないってことだね。よし、氷状態は続いてますね。あとはここの攻撃がどれだけ効くかですが、そんなに効いてないよ。メタリックボディ技じゃないね。そしてお返しの岩流れ、これも2体同時に攻撃できる技ですね。ですが本番はここからダイマックスで一気に巻き返しを図るのです。元からカチカチのレジスキルが大きくなって、さらに頼もしくなるよ。耐久面はまさに難攻不落。3ターンのダイマックスの間にできるだけ相手ポケモンを倒してしまいたいところです。そういうことですので、ここは一つよろしくお願いします。だったら1ターンも無駄にできないね。ここはララドスを倒せたらいいのかな。そうですね。しかし岩流れを覚えていますので、あの体力ならダイロックで倒せるはずです。ぶっちゃけダメ元で見守っていましたけど、これはもしかしたら、もしかするかも。ここから大楽天勝利できたら熱すぎるね。ですがシルバビさんには冷えていただいて。さあまずはララドスさんを突破。このターン技を受けなくなる、飛び跳ねるで見事にいなされたな。ポケモンって奥が深いな。考えが浅い、お前が言っても眼蓄がないな。ギャラドスといえば飛び跳ねる、これはしてやられました。まあ幸いなことは氷状態が継続してることと、思考タイプの技は全く効かないことですかね。攻撃されたけど、お、確かに。では今度こそ大ロックでお返し。負ける可能性がとどまるところを知らない。見るに忍びないな。もうこれ以上ターンを浪費できる余裕はありません。マジで行動不能に陥らないことを願うばかりです。ここはちゃんと動けたね。ギャラドス突破だよ。これでペンギスさんのポケモンは残り1体。レジスキルで倒せるポケモンなら。どうなのかな、このポケモンは。バンギラスですね。相性はいいので倒せるとは思いますが、バンギラスもレジスキルに抜群の技持ってるでしょうね。アンウツさんの残りのポケモンも倒さなきゃですので、あまりダメージを負いたくないところですが。シルバ勢はしっかり凍ってるね。ここからどうなるかだよ。あーバカ力って強いやつ。それが効果抜群で、これは痛いよ。しかしこれはチャンスかもしれません。なぜならこれだけの窮地の中でも入れる保険があるのですから。え、
あ、効果抜群されたら能力が上がる道具。そう、これで攻撃方面の能力がグーンと上昇。これによりお返しの大スキルはあなたを確実に突き飛ばす攻撃力です。これで残るポケモンはアーヌスさんの2体のみ。裏にいるポケモンによっては勝機があると言える。しかもその裏のポケモンですが、おそらくレジスキルに対して相性が悪いポケモンだと思うのですよ。だってずっとペンギスさんが狙われている間シルバビを交換してきませんでした。それって交換してもレジスキルに有効な攻撃技を持ってないポケモンだからと考えれば打点がいきますもん。よくわからないけど勝てるかもしれないってことだね。やったれレジスキル。ダイマックスは終わりましたが、弱点保険と大スキルによる防御アップで強化は十分。とはいえ体力はかなり削られている。最後の一体と戦うためにこれ以上の消耗は許されない。ですのでどうか、あと一ターンだけで構いません。放っててください。お願いします。ここが勝負の分かれ道な気がするよ。どうなる？これって大きた。これやったー。何も持ってなかったー。お前とタップになったばかりに。僕が悪いの？いや、それよりも先ほどああ言った手前申し訳ないのですが、もう少し凍っててもらえると大変助かると。ああ、律儀に溶けてますね。やっはは。回心撃もここまでのようだな。はい、ここでダメージを受けたらもうこれ以上耐えられる余裕があるはずもなく。頭痛さんお疲れ様です。まさか我々ともあろうものがことごとく運に見放されるなんて。でもアヌツさんとペンギスさんもうまかったもん。しょうがないよ。それもそうですね。対戦ありがとうございました。しかしこのまま終われません。あと一戦続けて実況です。今度はアヌツさんとタップですね。頑張りましょう。じゃあ連れていくポケモンだけど、私はホイプーさんをおすすめするよ。反省を生かしてあなたの意見は却下です。はぁ、そして選出ですが、ガラガラはいいんじゃないですかね。強力な電気タイプのポケモンたちに強いですし、あと切り刻みも効果抜群で攻撃できるポケモンが多いですので採用。最後はこちらのパーティー的にミロカロスやブルンゲル来そうですので、電気タイプの電樹木ですかね。時間ギリギリまで熟考しましたが、やはりこの選出で手残り時間が危ない危ない。ギリギリセーフだよ。でもこれって間に合わなかったらどうなるの？選出が間に合わなかった時は上から順に3体のポケモンが強制的に選ばれます。ですので、もし間に合ってなかったら電樹木がペロリームになってましたね。間に合ってほしくなかった気がしてきたよ。それではペンギスさん、頭痛さん、対戦よろしくお願いします。最初に出すのはガラガラの反骨にしてますので、電気タイプのポケモンと出会えると嬉しいですね。よって楽に来てほしくないのは水タイプポケモンですね。これってどっちも水タイプ？反骨がいきなりピンチだよ。あ、しかもあの方は相変わらず色違いばかり使いますし、もうアヌツさんまで水タイプって。すっかり蚊帳の外だな。これはやっちまいましたよ。電樹木から出すべきでした。しかしここで反骨を失うとまずいので、無理してでも電樹木に交換です。それではお戻りなすって。そして現れよ電樹木。ニックネームつけてあげられなくてごめんね。電樹木ってそのままの名前なんだ。どうしてそのままなの？僕ってウルトラビーストの中では電樹木が好きなんですがね、僕のネーミングセンスでは元の名前を超えられる自信がなかったので断念しました。今まで一度も超えたことなかったけどな。にしてもデスキマイラことオーノラゴンの攻撃力狂ってますね。あ、凍える風はまずい。ダメージはほとんどないよ。あれ？見ての通り受けると素早さが下がるんですよ。これで電樹木は相手を抜けなくなるでしょう。ですので、ここから先に攻撃されて何もできず倒されてしまうというわけです。そんな、せっかく相性がいいのにもったいないよ。最初から出してやれなかったのが悔やまれますね。ごめんね電樹木。まあここはオーノラゴンの身代わりという大義があったということにしましょう。ここでミロカロスは光の風、瀕死になる前に壁を張りに来たな。これで特殊攻撃が効きにくくなりましたね。しかし僕の後ろのポケモンが物理アタッカーなのは幸いでしょう。そしてキマイラの攻撃でミロカロスを倒したよ。ありがとうございます。ですが今度はこちらの番でしょうね。あ、ハイドロポンプが外れる可能性がある技ですが、しっかり当ててきますね。電樹木お疲れ様です。しかしこの仇は取らねば。頼みますよザザンザン。こちらは切り刻ん。ペンギスさんの次なるポケモンは誰ですかね？オーラテオスも切り刻んで倒せますよ。しかも色違い、先にあなたを処さねばならぬ。仇討ちより支援優先のようだな。しかしここで一つ問題があるんですよね。ブルンゲルやラテオスに効果抜群の不意打ちですが、この技は相手が攻撃してこないと成功しません。しかも切り刻んといえば不意打ちってぐらいバレバレなので、読まれて失敗する可能性が。これは難しいよ。どうするのが正解なんだろう。いやー、ここで失敗したらかなりまずいですよね。しかしうまくいったら勝利にぐっと近づくはず。残り時間もあとわずか。決断の時です。そしてこれが僕の選択です。ラテオスに不意打ちか。果たして結果は。あ、その前にアヌツさんがポケモン交換だよ。ラテオスは切り刻みに任せるとしても、ブルンゲルは特性で水技を無効にされる恐れがあるからでしょうね。そして代わりに出てきたのはウルトラビーストのウツロイド。手水技に弱い岩タイプですが、あっちも交換だよ。これは助かりましたね。そして出てくるのはボスゴドラとな。で、あなたも色違い。好きあらばはぶられてんなお前。でしたらそのうちの一体吹き飛ばしたら。おう、まくいったよ。どれぐらい効くのかな。低一撃？すごいパワーだよ。切り刻みの高い攻撃に命の玉による強化を加えれば、ざっとこんなもんですよ。しかし本当うまくいってよかった。これは流れが来てるはずです。だけど油断は禁物だよ。次のポケモンに警戒だよ。レジエレキの登場。とんでもない素早さと強力な電気攻撃が厄介なポケモンです。しかしこの時のために反骨を選出し、この時まで温存していたのですよ。さああなたの出番。特性飛来神で味方も守るのです。これで対策は万全。何？いきなり何か発動したけど。先生の爪。確率で技の優先度が上がる道具だな。これでこのターンボスゴドラの技が先に繰り出される。まさかボスゴドラに先生の爪とは。どうなるのでしょう。これ
あ、しかもこれって、ダイマックス使ってきましたね。この勝負の命運をボスゴドラに託したと言えます。これは脅威ですが、このポケモンさえ倒してしまえば一気に勝負をつけることができるはずです。でも先生の国で早くなってるんだよね。いきなり攻撃されても下押されたらまずいよ。そこなんですよね。何の技でどちらを攻撃するかによりますが。来るよ。ダイマックルだよ。これは格闘タイプのダイマックス技ですね。この技自体の威力はさほど強くなかったはず。本当だね。これなら大丈夫だよ。まあ問題はこの技使うと攻撃が上がるところなのですがね。それじゃあこの後の攻撃が強くなってこっちのポケモンがどんどん倒されちゃうんじゃ。それだけは是が非でも阻止ですね。とここでレジエレキが動く。原始の力、岩タイプの技ということはガラガラへの交換を読まれたようだな。ですがダメージは少ないので大丈夫。対してこちらはメテオビーム。原始の力同様岩タイプの技ですが、1ターン目に特攻を上げて2ターン目に強化力を放つ大技です。さらに本来2ターンを要する技を一度だけすぐに使えるパワフルハーブで速攻。有名なコンボですね。おう、メテオビーム炸裂だよ。狙いはレジエレキ。耐久はあまり高くないポケモンですので自力で耐えるのは難しいはず。凄まじい攻撃だよ。一発でレジエレキを突破だよ。あ、急所でしたか。そういえば光の壁ありましたから特殊技が弱まってましたけど、おそらく無駄急所でしょう。それと特性でポケモン倒したので能力アップ。心強い味方です。それと今のでペンギスさんのポケモンは全滅だな。そっか、つまり残る敵は頭痛さんただ一人と言ってもポケモンの数は3体残ってますが、それにこのボスゴドラをなんとかしないと。だが現状ウツロイドによるボスゴドラの処理は難しいだろうな。能力が上がっても相性が悪すぎますからね。一応反骨の方は地面タイプなので相性はいいんですよね。そして今ダイマックスできるのは僕ですか。わかりました。こちらも腹をくくる時ですね。このボスゴドラさえ倒してしまえば、あとは数の暴力で押し切れるはずです。そしてガラガラは太い骨を持たせたことで攻撃力がめっちゃ強くなっています。ですのでダイマックス指定用が一撃で倒せるはず。こちらもダイマックスで応戦しましょう。オーダイマックス対決で、また先生の爪が。いえ、元からガラガラの方が遅いはずですので関係ありません。それにガラガラは防御が高いポケモンですので、ダイマックスでボスゴドラの技一発は耐えられます。大丈夫、この判断は間違っていないはずです。ここで反骨のダイマックス、巨大な姿はまさに怪獣だよ。さあ勝負です。頭痛さん、あなたの最後の希望を無情にも背負ってみせますよ。ダイマックス完了。まずはボスゴドラが何の技を使用してくるかですね。大スキルだと少々面倒ですが。いや大丈夫、さあ来なさいな。ちょっと待って、水タイプの技、もしかして効果抜群の技。大きつくのでしたとえ、効果抜群の技でもダイマックスした反骨なら耐えられます。え、そんなバカな、これってまさか、こんなの絶対おかしいですって。大一番で盛大にやらかしたなこの野郎。あ、ダイマックスしたのにあっという間にやられちゃったよ。どうして、そもそも水タイプの技覚えていたなんて。まあその点は予想外だったのも無理はない。ボスゴドラが覚える水タイプの技は特殊技のみで基本採用されないからな。え、そうなのですか。だって急所に当たったとはいえ、あの状況で倒されたってことは物理の水技でしょ。物理の水技は覚えないが、それは今作の話。過去作のボスゴドラはアクアテールを覚える。まさか今作では覚えられない技を過去作から連れてくることで使用されたってことだな。そんなの読めるわけないですね。ま、あれは急所に当たっていなければ耐えていただろうから、結局のところ問題はお前の運だけどな。これは運は悪かったけど、ラッテルは悪くないと思うよ。慰めになっていないようだな。もう完全にやらかしましたよ。アヌツさん申し訳ございません。そんなアヌツさんはポケモンを交換だよ。ポキちゃん、トルネロスですね。そしてもう僕にできることは瓦割りで体力を削ることだけです。これが僕のポケモンの最後の攻撃になるでしょう。キリキザンは格闘タイプに滅法弱いので、ダイナックルを耐えられませんからね。当然そのことを頭痛さんが見逃すはずもなく、ひたすら無念です。ラッテルの言う通りだったね。お疲れ様だよ。はい、ポケモンの選出自体は正解だったと思うのですが、それ以外のあらゆるミスで台無しにしてしまいました。しかし悔やんでもどうしようもないですので、ここからはアヌツさんをただただ応援です。グラビのダイマックスも終わったよ。まだ勝負はわからないよ。お願いします。まずすべきはボスゴドラを倒すこと。確かこちらのトルネロスはバカ力から覚えていましたので突破できます。素早さもこちらが上ですので問題あります。ありますあります、あり放題。不足の事態が頻発したことで気が触れてきたな。そんな、また先生の爪で先に攻撃されて。先生の爪の発動確率は 20%。 発動しすぎでは。これはあれだよ、ラッテルが不運なんじゃなくて頭痛さんの運が良すぎるんだよ。それはそれでおかしい。前の試合であのテイタラクだったでしょう。不運な時もあれば幸運な時もある。それが人生だからな。ほぼ不運で構成されてる僕の人生って一体。それよりも早くグラビを止めないとこのままやられちゃうよ。え、ここでウツロイド、相性は良くないはずですが。あ、そういえばあの技を覚えていましたね。先生の爪さえ発動しなければ。さあ運命の瞬間です。どうか。こっちが先に動けたよ。技は臭むすぎ。相手が重いポケモンだと威力が上がる技。ヘリーナボスゴドラには大ダメージです。ですがダイマックスしたポケモンには効かないので、あの時はトルネロスと交換したのでしょうね。ついにグラビを倒したよ。ラッテルのポケモンたちの仇を取ってくれたよ。ありがてえです。このまま残りのポケモンもお願いします。次のポケモンは水子のって。ブルンゲルですね。草技が効きますし、重さもありそうですので、草結びで攻めるのもありですね。だがウツロイドの方も水タイプの技で弱点を突かれるため、このまま攻めるとそれ相応のリスクを伴うが。おう、
アンウツさんはどうするのかな。これは攻めを選びましたね。やっちゃえ草結び。あわよくば急所に当てて倒してくださると僕の心が救われます。って勝った。これ急所に当たっても倒せませんね。しかもこれっておなじみの弱点保険だよ。あ、まずいですね。これによりこちらも攻撃を耐えるという可能性を潰されました。普通さんのポケモン道具の使い方がうまいよ。天候の雨と能力上昇でガチガチに強まったハイドロポンプが無情にもヒット。これは海に帰ること間違いなし。お疲れ様だよ。だけどこっち側のポケモンって残り1体だけだよね。もう後がないよ。はい、全てはこのデスキマイラに託されましたよ。しかしここでアンウツさんには決断が迫られます。え、こちらのキマイラさんの持っている道具はこだわりハチマキ。攻撃力がアップする代わりに一度出した技しか使えなくなります。そしてオーノラゴン最強の技といえばエラガミですので、そちらの技で固定したいところなのですが、今目の前にいるブルンゲルは水タイプの技を無効にする特性貯水を持っている可能性がある。そしてエラガミは水技、つまりエラガミして相手の特性が貯水だった瞬間詰んでしまいます。とはいえ頭痛さんの最後の一体を相手することを考えると一番強い技を選びたい。さあアンウツさんの選択は。エラガミだよ。しかも貯水じゃないっぽいよ。これは賭けに勝ちましたね。貯水じゃない時点でこれは耐えられないでしょう。これでブルンゲルも突破。お互い最後の一体になりましたよ。そして頭痛さんが最後まで隠してきた最後のポケモンの正体も今明かされます。困難を乗り越えたサンダー、強そうだよ。珍しい二つ名だな。だがこれで過去作のポケモンであることは確定した。あ、過去作のポケモン限定の二つ名的なサムシングです。ならこのサンダーも本来覚えない技を覚えてるのでは。でももうキマイラのできることはエラガミだけだよ。考えてもしょうがないよ。そうですね。さあどんな敵もパワーで粉砕してください。サンダーの技は金属音、ポケモン XD 限定で覚える技だな。まずい。特防が2段階下がるので次の攻撃技で吹っ飛びます。このターンで決めなければ。え、しかもまた道具が。金属音の後に発動したということは、喉スプレー、音技使うと特攻上がるやつ。ノーマジでこの一撃にかかってます。いってちょっとだけ残っちゃったよ。そんな、これ乱数でしょ。どんだけついてるんですか。お前が味わいたかった幸せをまざまざと見せつけられたバトルだったな。悔しい。ですがこの結果は受け入れましょう。アンウツさんお疲れ様でした。いろいろあったけどギリギリのいい勝負だったよ。このバトル頭痛さんとペンギスさんの勝利だよ。まあ何はともあれ楽しいバトルでしたね。いい頃合いですのでここらで締めましょう。頭痛さん、ペンギスさん、アンウツさん、大変感謝です。そして視聴者の皆様、ここまでのご視聴ありがとうございました。